録画になった。なってるの。はい、6番です。右ずつの正六角形 ABCDEF の辺 AB 上に AG 対 GB が1対2となる点 G を取ります。ここが1対2ですね。点 G と点 E を結んだ。この正六角形の面積が108平方センチであるとき、四角形 AGEF の面積を求めなさいという問題になっています。まず、そうですね。A と E を結んじゃおうかと思います。まず最初に A と E をこう結んであげて、三角形ができました。で、この三角形なんですけど、まあ、もう一本引く方が分かりやすくなると思うんですが、もう一本引いて、ちょうど真ん中に点を取ります。そうすると何が言えるかというと、ここに今三角形がありますね。今から求めたい部分の三角形というのは、ここ、まあ、三角形というか四角形ですね。なんですけど、そのうちのこっち側、この三角形の面積をまず最初に考えていこうと思います。で、この三角形なんですけども、透析変形で考えたら、こんな風に分けることができます。まあ、正六角形ということなので、正確にはこう分けて、1、2、3、4、5、6個あるね。6個あるうちの1つ分と、透析変形、まあ、この三角形と、そしてこの三角形は面積が同じですよと。共通の底辺があって高さが同じだから面積が同じってことになります。となると、まずここの面積は全体の6分の1っていうことが言えますね。次に今度はここの部分なんですけども、まあ、ここが2対1に分かれていくの1の方だけが知りたいということなんですが、まあ、今の分けたやつで考えていただくと、まあ、こんな風に分けますね。そうすると、1個、2個、3個あるわけですが、ちょうどですね、ここに1本入れると、これ。まず、こっち側とこっち側、全く面積は同じということが言えます。さらに、こういう三角形にすると、透析変形で、いけるということになるので、まあ、分かりやすく言うと、ここが、今言った、よいしょ、3個あるうちの2個分ということになるわけですね。3個ある三角形のうちの2個分。つまり、これ全体で6分の2あるよということになります。じゃあ、ここの面積の部分は、全体の6分の2なんですけど、その6分の2の3あるうちの1だけということになりますから、かける3分の1というふうに表すことができます。式でいくと、108。かける6分の1足す、今ここのとこですね。今度はこっちの、ここのとこは、108かける6分の2の3分の1というふうに表すことができます。61が6、688と、こっちの方はサブ6、18か。108を18で割って、いくつだっけ？約分しよう。108かける6分の2かける3分の1で、3で割って1、3で割って、サザンが9、サブ6、18。6で割って1、6で割って6ですね。はい、というふうになりましたから、18プラス6に12。ということで、答えが30というふうになる。これでいいかと思います。まあ、平方センチか。これ、ゆっくり説明しないと、ちょっと厳しいな。